今、この皆さんが目にしていただいている写真は、えー、JAXA が撮影したある1枚の宇宙の写真になっています。えー、この写真を見て皆さんは何を想像されますかきっといろんなキーワードを想像されることと思います。で今、皆さんが思い浮かべたキーワードを想像してみました。きっとこの中に1つぐらいはあるんじゃないでしょうか。例えば暗い 寒い、広いっていう言葉をイメージした人は宇宙そのものに対するイメージを持っているかもしれません。もしくは他の SF の言葉を思い浮かべたりあとははやぶさのような実在するミッションを思い浮かべたりそういった形で思い浮かべた方がいらっしゃるかと思います。このように宇宙というものは挙げ出したらキリがないぐらいたくさんのキーワードが出てきます。そうですつまり 宇宙というものはたくさんの学問分野ががあるるととというここを考えることができますじゃあ次に皆さんが宇宙について勉強しようとした場合にどういう学問があるかというものを簡単にまとめてみました。まず一つ目は宇宙そのものについて知りたいそういった形で宇宙の謎の解明をしたい場合は天文学や宇宙物理学といったところに進んでいただくと。 それから宇宙環境微小重力環境だったり後放射線環境といった状態を利用したいという場合には生命科学だったり物質科学という分野がありますそれから3番目皆さん宇宙へ行ってみたいというようなことがあれば宇宙飛行士だったりロケット工学だったり宇宙システム工学といった分野があります私は今3番目の分野にチャレンジをしています宇宙飛行士ロケット こういったものももちろん学問としてあるんですが人工衛星星ももししくはは火星探査機ととといいいううのををを作るということを私は今チャレンジをしていますなぜこの学問にチャレンジをしているかといいますと私自身は宇宙飛行士になりたいもちろん宇宙に行ってみたいという気持ちはありましたですが逆に私自身が行かなくても自分が作ったものが宇宙で活躍するというのを目にするのはすごく挑戦しがいがある学問の分野になっています こういった中で皆さんが想像された宇宙というものは例えば暑いだったり太陽があったれば暑いですねそれから太陽の日陰になれば寒かったりしますあとは真空環境だったりあとは太陽フレアという環境が起こったりすれば宇宙機にとっては過酷な環境になりますこういった過酷な環境下でも宇宙機が問題なく動作するためには地上である程度実験をして試験をして 必必ず宇宙で動くくものを作っておく必要がありますそういった中でスペースシャンバーというものがありましたり放射線に対する高放射線対放射線のある基板を作ったりというようなことでチャレンジをしていますこの中で皆さん宇宙へ行きたいという方がいらっしゃったら3番目の学問として私と一緒に宇宙へ行くっていうチャレンジをぜひやりましょう。